こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望のバトルランキング列演撃破攻略動画その4、モールクローラー土属性で挑むステージレベル188、840%、スコア105万、ゴーゴーって何はい、ということでね、やりましょう。はい、今回この動画4つ目になるんですが、ちょっとねギルメンが土属性で挑んでたから、僕もちょっと土属性やってみようかなと思ってね。まあ言った通り動画10本ぐらい出す予定なんで、今回もいろんな編成でやりますということで、まあやっていきましょう。まず、モールクローラーのお話からいくと、今回はストリームフェーズありません。なのでマテリアが完全自由になるので、ステータスにめちゃめちゃ振っちゃって OK。 特に重視したいのは、今回ね敵の攻撃が物理攻撃なんですよね。ブレイジングレイ以外は普通の銃弾射撃に関しては全て物理攻撃なので、物防をとにかく上げる。であとメインアタッカーの火力を上げるために魔力とかをバカ盛りするという、シンプルだね。はい、あと敵の火力が低いので基本的にヒーラーは全くいりません。全くいらないので火力ガン盛りで OK。 であとポイントは魔鋼バフ、土デバフ、それから魔防デバフですね。こちらで火力を底上げできるので、まあ、切らさずにすることで火力を底上げできます。特に最後のですね、射撃バースト射撃後、最後の連続バースト射撃後かに冷却状態に入りますので、その冷却状態で超絶柔らかくなるので、そのタイミングでしっかりさっき言った魔鋼バフ、土デバフ、魔防デバフ、この3つかけた上でフィニッシュブローで一発打って、そこで倒しながらもさらに最大ダメージスコアを叩き出すというような感じが基本的な立ち回りになってきます。だいたい冷却状態が1分8秒ぐらいで入るのかな、それぐらいで入ってくるので、それを目安にですね、てかまあ連続バースト射撃後が確定してるんで、連続バースト射撃後に準備を整えて一気に倒しに行くっていう感じになってるかな、基本的な流れとしては。であとですね、まあ、連続バースト射撃もそうなんですが、ディフェンスシフトできるときはしっかりしていくことで火ダメを抑えられるんで、まあ、今回の動画はまあ失敗してるけど要所要所でね、各所でしっかり、ディフェンスシフトやっていきましょう。火力には余裕あると思うんだよね。あんまり削りすぎちゃうと、そうこれ注意してほしいのがね、冷却前に HP35% 以上かな削っちゃうと決戦モードに入っちゃうんで、冷却せずに、なんでかわかんないけど、なんでかわかんないっていうか、ちょっとHP トリガーの値が高すぎるよね。なんでちょっと火力が出すぎちゃうって人いると思うんですけど、火力出すぎちゃう人はあえて攻撃せずに立ち止まってください。もはやもうディフェンスシフトでもいいけど、もう棒立ちで冷却状態、バースト射撃終わった後で、まあ、シフト戻してちゃんとね攻撃できる準備をしてから殴りに行くということが大事だね。はい、であと注意点ですが、今回ヴィンセント使いますが、バースト射撃後にですねカオスランページを打って魔力特大バフを付与してからとどめを刺しに行くって感じになるかな。はい、まあ、そんな感じですね。立ち回りそんな難しくない、全然簡単なので。はい、ということでメインアタッカーのヴィンセント紹介します。こんな感じだね。今回ねマジで HP とか全く関係ないんで、とにかく魔鋼と仏棒だけだね今回必要なのは。魔鋼が11027と仏棒が209、メイン武器ホワイトドッグ、それからダブルステブン E、 そしてサブが円月輪、エレクトロカノン S1976C、 ライズアビ、こちら土人の奥義、土属性力アップレベル8、魔鋼レベル7、魔法アビ力アップレベル6、アビ力レベル5、仏棒レベル3ですね。はい、でさっきも言った通りリミットブレイクはカオスランページね。はい、で次ティファーですね。ティファーもね関係ない、ティファーは全く火力出ないんで、ただのバフとデバフ役なんで、
正直ティファで気にするのは仏棒だけだね。とにかく仏棒、仏棒254、うん、もう高ければ高いほどいいから、とにかくティファは仏棒だけ気にしてください。はい。でメイン武器バハムとクレニアムで味方全体のマコアップと、あとそうだね、そんな感じだね。あとカイザーナックル、これ魔防ダウンですね。こちらもしっかり入れるようにしましょう。であとサブストリームガード、そしてロケットパンチ、それからピコピコハンマー。ちょっとね、これもうちょっとね、あの本当だったら7突とかしてライズアビーもっと上げたかったんだけど、まあしょうがない、ないんだもん、コインが。コインもないし、ウェポンパーツもないし。ということで、まあこれ本来いい使い方ではないけど、味方全体仏棒アップ2つ持たせてるっていう感じだね。で、ライズアビー。こちら、魔法アビ、関係ないな。魔法アップも関係ないし、関係あるとこって言ったら、ないな。この場合、ティファが関係するライズアビーってガチで、あれだな、味方全体の仏棒アップだけだね。レベル4が発動してるっていうことだけ。わ、マジで関係ないね、今回のティファ。あ、これはあるけどね、味方全体のマコアップは関係してるか。これだけだな。はい。それからセフィロスですね。セフィロスももちろん HP とか全く関係ないです。まあ、マコと仏棒かなって感じだね。はい。で、マコが9321と仏棒が247ですね。メイン武器は聖護塔で、こちら味方全体のマコアップです。あとブルーブランブルで土耐性ダウンですね。で、ウェアはね、仏棒アップのやつにしてるグライディングスーツ、全然火力足りるんで、仏棒アップ系にしちゃった方が、まあいいかなと。あとサブ、ホリデーリボルブ、それから GS 総動符、それからジギーファムですね。で、ライズアビー、攻撃アップレベル3、仏棒レベル2、魔法威力アップレベル7、魔鋼レベル7、土属性力レベル7、アビー力レベル3。まあ、インタラプターの極意は関係ないな、マジで。はい。ということだね。ということで、実際にやっていきましょう。マイル。こんなものだ。